おはようございます、しゅーちゃんです。今日はバス停に並んでおります。自転車じゃねえの。実はですね、今日は西沢渓谷というね、関東屈指の美しいですね、滝があるスポットに行こうと思って、最初ね、自転車で行こうと思ったんですけど、標高差約1000メートル、20キロちょっと、約 5%?延々とね、ちょっと1000メートルをね、今日登る自信がないのと、下見を兼ねてね、どっちかというと滝をメインにドローンをいっぱい飛ばしたいというのがありましたんで、バスで上に向かいたいと思ってます。というわけで今日はこのハイキングのね、おじいさんおばあさん方、ご高齢の方が多いんですけどにまみれて一人、これでも若い方ですね、行こうと思いますんで、ちょっと今日はバスで行ってまいります。それでは、バスでやってきました。サボりです。山にね、登るだけの予定だったんですけど、バスのね、帰る時間が3時20分なんですね。そうするとのんびりできないので、ゆっくりね、撮影したりとかね、したかったんで、帰りだけ自転車を使おうかなというね、スーパーお気楽な、本当にいいんだろうな、自転車のこういう使い方もありじゃないでしょうか。すぎる。やっぱね、これちょっと自走できてたら絶対ダウンしてましたね。この1週間は、秩父ね行って登ったり、この前は、麦草峠ね行って、八ツ市来たりですね。で、まず自転車を諦めてハイキングに来ようかと。西沢渓谷はですね、国立公園なんですね。で、国立公園なので、基本的にドローンの飛行は禁止なんですね。禁止と言われると何とかしたくなるのが常なので、頑張って書類をですね、提出しまして、審査を通した上で、飛行許可いただいております。どんなものかというとですね、飛行許可というんじゃなくてね、要は入山許可になるんですけど、山梨県知事からいただきました、ドローンを飛行するために入山してもいいという許可を取っております。というわけで、こういったね、下準備が必要で、これを取ったからにはどうしても撮影に行きたいと。でも足ボロボロ、体力も調子いまいちがずっと続いてる。で、登山に来ようと思ったらバスの帰りの時間が早すぎる、ならば自転車で下りたいというね、こういう作戦で今回行きますんで、それではレッツゴー。ハイキングの皆さんとは逆の方向、西沢渓谷のループ橋から覗いてみようとやってきました。素晴らしい景色が広がってますね。よろついてちゃいけない、車ついてないから、ちょっとね、そこからね覗いてみたかったんですよ。というわけで、まずはね、全くね普通の人とは行動が違うんですけど、ちょっとねそこの端のとこ行って下を覗いてみたいと思います。はい、おお、はい、国道なのか、知らねえや。道の上から見た西沢渓谷の入り口ですね。もういい雰囲気出てますね。上から覗いたらさらに上から覗きたくなっちゃうじゃないですか。そんな時こそドローンですよ、ドローン。さあ、西沢渓谷の上空からの景色、いかがなものでしょうか。このね、アーチ型の美しいね、ループ橋いいですね。さあ、じゃあこれも、これドローンで撮ればよかったかな。いや、そんなまあ後にしよう。もっとね、メインのね、滝がありますんで、そっちに撮っておきましょう。では戻ります。多分ですよ、普
通に来た人はね、ここ見ないと思うんですよ。あ、ちなみにね、なんで今日メガネかっていうと、ドローンのね、画面見るのにコンタクトだといまいちね、ピントがいい感じに合わないですね、老眼なんで。なんでメガネで今日はドローン重視、ドローン撮影のためにメガネです。というわけでこちらの景色ですね。風強いからボーボー言ってるかな。どうでしょう。はい、向こうに何湖だっけ、藤原湖だっけ、名前知った、見えますね。ここからの景色もね、なかなか素敵じゃないでしょうか。おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いやー、この先期待持てますね。はい、すいません、あれ誰もいねえの、あ、いたいた、よもぎ餅ください。はい、大丈夫です。よもぎ餅はいくらでも補充されますんで安心してください。お姉さんがね、あの、なくなったら足してくれるから。朝のうちだけ、もう午後ないよね。あ、これがね、よもぎの原料。お父さん、お父さんわざわざ山に登って取ってくるの。どんぐらい登るんですか。1700m。そんなところのよもぎ、綺麗だし香りも強いし。おお、へえ、それは知らなかった。だから美味しいんだ。お母さん照れながら言ってくれた。嬉しい。ありがとう。まさか自転車用のカーナビとかだないよね。カーナビはアプリに入ってる。でも車だったらこの車のカーナビもあるでしょ。Google マップで何でもある。使いこなせるんだから。使いこなせる。聞いて。バカみたいだよ。携帯じゃない。電話かけるだけ。いやいや、今スマホ携帯じゃない、スマートフォン。いやだけどまだね、ガラケーを持ってね、ただかけるだけ。そうだ。バカ何もしない。ていうか俺ここで遊んでると本当時間なくなっちゃう。じゃあ、はいはい、じゃあ気をつけて。うん、大丈夫、持ってる。はい、はい、じゃあ行ってきます。というわけでね、お母さんに捕まっちゃってすっかり時間食っちゃいましたね。さあ行きましょう。今ね、ここが先ほど、撮影したね、橋の下です。どうってことはない場所なんですけど、よっ、まあまあそれなりの景色で、はい、で、楽しいことに自転車はもう終わりです。おお、いいのかよっていうぐらいですけど、こちらですね。はい、もう絶対入れさせないぞと。一応ね、自転車の申請許可取ろうとしたらですね、おつぼねさん出てきて、おつぼねさんに自転車は車両だからダメと、あっさりバッサリ切られて終わりました。これからね、そこ戦ってね、この奥へにね、自転車が入れるように申請許可をね、今頑張って取ってるところなんです。交渉中です。というわけで、今後にご期待をよろしくお願いいたします。はい、というわけで、では、今日もジンバルでね、こちらこれでもかっていうぐらいね、これここ通す、あ、どこどこ。いや別に こっち通ればよかったって話なんですけど、まあ、しつこいぐらいですね、通させてくれません。お、一応ね、山登る人は登山計画書ですね、こちらに提出してください。西沢渓谷のね、ハイキングに関しましては別に登山届はいりません。というわけで、ここから完全ハイキングとなります。当ブログをね、初めてご覧になった方は何のこっちゃやらというパターンですが、私はね、サイクリングも好きですけど、ハイキングとか山登り好きです。なのでこういうね、場所に来るとしょっちゅう歩いちゃいます。別にヘルメットかぶってなくてもいいんですけど、なんかね、サイクリストの雰囲気を残したいっていうか、なんだか安全な気がしてね、ついヘルメットかぶってます。すごいね、爽やかな山の空気になってきました。いやー、ほんとね、なんだろう、先週っていうか、つい数日前に行った清里とかね、あっちの方はもう灼熱の地獄、標高ね、2000メートルですら25度もありましたからね。今日はここ1200ぐらいかな、うん、多分で、十分涼しいですね。いや、歩いててもね、そんな苦にはなりません。
まあハイキングコースとしてはね、あのご高齢の方でも十分楽に行けるいいコースですんでね、自転車でねこうね走れると本当ねいいんですよこの意味のない部分、こんな感じで。あ、ちなみに GH5 なんですけど、ストラップがですね GH4、とりあえずいつも外してるんでね、サクッと見つかったのがこれだったんで GH4 のストラップです。おー、すごーい。このね、西沢渓谷は水がね緑色、コバルトのねコバルトブルーのね色をしてるってことでも有名ですね。おお、なんか一つ滝が、どうかな、これがダレイの滝ってやつですね。おお、ダレイの滝、これですね。これはですね、かすかに見えますね、木が邪魔。はい、こんな時にはやはり便利なのがドローンですよ、奥さん。さあ、ではドローンで近くまで行って見学してきましょう。どうにかね近づこうと思ったんですけど、さすがに木々が深すぎる。しかもね GPS 効かないんで、機体がねもう動いちゃうんですよ勝手に。なんとかその中でね行けるとこまでは寄ってみました。どうでしょうこれ。はい、こちらですね、入り口というかね、トイレですね。リフトからね入ってくような気するんですけど、これただねトイレなだけで抜けなかったのこの水です。こちらが西沢渓谷の入り口でございます。はい、お約束で山に入る前にはカメラでね。先ほどのね、これね、ループ橋から行って、これを今ゲートですね、くぐって、このね、なんていうのかな、ゆとり大橋っていうか、旧西沢山荘を通って上に目指したいと思いますが、まあ最初の入り口はちょっと困るんですね。というか今日はね、やはりね、たまたま団体さんがいてあんなにパスいっぱいだったんですけど、普段はあんなに人は来ないそうです。アンラッキーだったな。まあ、1時間ぐらいちょっと経ってたっていう感じで、まあそれはそれでいいでしょう。日がね、今日出たり陰ったりするんですけど、出ると暑いっすね、やっぱり。出てない時は良かったんですけど。山。あ、こういうとこね、いいですね、これ。はい、近寄って。おお、水冷て、今日は入んないっすよ。今日は入んないっすからね。これがですね、旧西沢山荘跡、前はですねここね泊まれたんですけど、お母さんにこれなんで廃止になっちゃったのって聞いたら、なんか別のとこにあったやつを国に取られてここに変えたら、規模がちょっとちっちゃすぎて運用がうまくいかないで、そのまま廃棄ということらしいです。
残念。ジンバルプラスこれだと手ぶれもなくていいのかな。いや本当にここはねよく整備されてますね。これを維持するためにもですね、ぜひとも皆様のね募金をねしていただければと思います。本当これ有志のね方たちの努力によって成り立ってますんで。いやすごいな下、何この河原。ちなみにですね、登山靴じゃなくても SPD シューズで十分来れる範囲、まあ、スニーカーで大丈夫と言われている場所ですんでね、まあ、来れる範囲だと思いますが、うん、いやでもいいなこれ、ちょっと何これ。また吊り橋にやってまいりましたね。こんにちは。すごいねこの景色。ああなんかみんな山の人っぽい。俺は全然場違いな。俺どうでしょう。ちょっとまだ揺れてんな。これ一枚取っとこう。
ね、これ。ではありません。これはただの入り口、序章でしか。さあ、この先へといざ足を踏み入れていきましょう。